はい、どうもベースの古舘です。前回、ロータリー奏法、その前は、サムピングのアップダウン、まあ、ダウンアップですねの話をしたんですが、今回は、開放弦からハンマリングプルと言われる、まあ、オープンハンマープル、という動きをやってみたいと思います。動き的にはじゃん、こんな形の動きになります。開放弦を叩いて左手でハンマリング、この時に右手は叩きません。その後にオクターブ上の7フレット、要するにこの最初に弾いた、ごめんなさい、真ん中で弾いた、5フレットのオクターブ上の7フレットをプルするという、形、開放弦から始まる、ハンマリングする、そのままオクターブ上のプル、この順番の手順を説明したいと思います。よろしくお願いします。というわけで早速やっていきましょう。まずは開放弦を叩きます。はい、この時に、まあ、3弦から1弦までミュートしておいていただいて、その後に人差し指でハンマリング、その後にオクターブ上ですね、という形の手順になります。開放弦、ハンマリング、この手順をしっかり覚えましょう。この時にポイントがありまして、まずはハンマリング、開放弦叩いた後のハンマリングがこうやって音がちっちゃくならないように、ね、しっかり左手でタップしてあげる、その後にプルを行う感じになります。この時にプルの入る指なんですが、これももうね、口酸っぱく言ってます。必ずプルをする前にもう入っている状態を作る。自分なんかは開放弦叩いた時にもう入ってます。その間にハンマリングをしてひっくり返すだけ。なのでこの人差し指の入るタイミング、ね、これがこうやって外に抜けてしまわないように、ね、こうやって入れといてあげる。ハンマリングする。右手の動き的にはこれになります。あとはこのひっくり返す感じですね。中指を軸としたひっくり返す感じを意識してみましょう。あとは、もう一つ、これは左手のポイントなんですが、プルに行った時、こういった形でこっちの指が上がってしまわないようにしてあげる、ね、上がると太い弦になってしまいますので、人差し指はハンマリング終わって小指に行った時に触ってるだけの状態にここをしてあげる。そういった形で、やっていただくと、音が1個ずつクリアになっていきます。今これ3連符でまずは説明していますが、動きに慣れるために最初四分音符で練習していただくといいと思います。これに合わせて、まずはこの動きを練習してみましょう。慣れてきたら3連符、でやっていただくといいと思います。3連符とは、1拍の中に3つ均等に音が入っています。なのでこういう感じにならないように、タカタ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 、という形で、均等に入れるような形で、考えていただくといいと思います。この時に音の粒立ちですね、この3つの音の粒立ちがしっかり揃うように、ハンマリング音、先ほど言ったようにちっちゃくなったりとかしないようにしていただくといいかなと思います。はい、で、これが、まあ、3連符でのやり方で、3連符なので、これを要するに倍の速度で2回やると、6連符になっていきます。タカタ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 になっていきます。例えば、まあ、こういう動きになってくるわけですね。なので、この速さになってくるわけです。で、あとはこのオープンハンマープルなんですが、一つの弦で、まあ、例えば上がってく、下ってく、まあ、一つの弦というのは、例えば3弦で5フレット、オクターブ上。まあ今開放弦から3弦の開放弦から3弦の5フレット、1弦の7フレット、要するに D のオクターブですね。それの前に開放弦がついてる手順。例えばこっから半音ずつ下っていく、1フレットずつ下がっていくようなフレーズだと、こういった形になりますね。ね、
で一つの弦同じ弦上で下っていく、そういった動きもあります。あとは、弦を変える、例えば4弦の開放弦、4弦の5フレットのハンマリング、 2弦の7フレットのオクターブ上、3弦の開放弦、そのまま5フレット、3弦の5フレットのハンマリング、1弦の7フレットのプルという形で弦を変える方法もあります。ね、これも6連符でやると、すいませんね、という形に、なっていきますので、こういったのも、ぜひぜひ練習していただくといいと思います。でこういうのを、あとはフレーズの中に、まあ、必殺技的にね、潜り込ませてもいいと思います。なので、ぜひぜひ、リズムに合わせて練習していってみてください。今ちなみにこのテンポで言うと120になっていきます。皆さん、このオープンハンマープル、ぜひぜひいろいろな、リズムを変えるとね、16分音符でも使えますし、いろんな 場面で使えますので、ぜひぜひ練習してみてください。というわけで、ベースの古舘でした。以上